はい、今回はですね、いろいろなチューニングでのスライド、オープン A サス4チューニングですね、行ってみたいと思います。チューニングが E、A、D、ここはレギュラーと同じですね。で、3弦を E まで下げて、2弦が A、で、1弦は E というね、こんなサウンドのチューニングで、1曲作ってみましたので、まずは聴いてみてください。という感じになりますね。まずはチューニングチェックしましょうね。最初にも、軽く説明しましたが、6弦から4弦までは E、A、D ですね。ですのでレギュラーと一緒です。6弦が E、5弦が A、4弦が D、そして3弦をね、この E まで下げてください。ミの音ですね。で、2弦を全音下げて A です。で、1弦はレギュラーと同じ E になります。 E、A、Dのオープン A サス4チューニングなんですが、E が非常に多いですね。それで、5弦からジャラランでいくと非常にこの A サス4の綺麗なサウンドになると思います。でもちろん6弦もね、ミの音でラードのシャープミっていう A のコードに入ってますからね。なので、E をベースにすることもありますけども、A サス4のサウンドを聞くなら5弦からジャラランでやってみてください。はい。で、これをですね、この A サス4のドゥドゥドゥっていうね、この音を活かしてイントロができています。最初イントロ3拍子ですね。ドゥ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 っていうようなフレーズなんですけども、この開放の響きを活かして 1,2 弦でメロディーを弾きたいんです。なので、バーの先端をね、この3弦に当たらないようにうまくこうね調整して弾いてください。それがポイントになりますね。ダダダダで、その後からシャッフル、タカタカタッタタッタになりますね。16ビートでタカタカ、その後タッタタッタです。はい。ドゥドゥドゥタッタタッタで、同じ感じで16ビートの最後でこの1弦を弾きますから、それを隣ずらす、この隣ずらした2フレットが2拍目の頭になります。そこでリズムを取るのもポイントですね。ドゥ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 ラッタ、で2回目は5に上がってください。で、2弦の5に行きます。1弦で3、2、3、5、そして2弦の5で、次は3回目は1回目と同じで200目にこの2に行くのが、に行くのは同じです。そして次また2に戻ります。1弦2フレット、2弦3フレットで、4回目は頭を取って5に上がったと4に行ってください。この4の音がなんとも切ないですね。この音がちょうど次の E のサードになってます。なんでベースを6弦にしてくださいね。で、4フレット伸ばしながらベースを6弦で、1弦解放で、おなじみの音で2弦の7フレットでスライドします。そしてベースベース、はい。こんな感じがねイントロの流れになりますけども、タッ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 
から一度に、はい、このねサスポーの独特な雰囲気が全体に流れてね面白いと思います。そしたら次 A パート、ここはシャッフルの、まあ3連符とシャッフルの、フレーズになりますけども、ちょっとブルージーにみたいなフレーズになりますね。このね1弦と3弦が完全なねオクターブになってますね。なのでそれを利用してベース5弦を弾いた後に裏拍で1、3弦を弾いてね、ごめんなさい今ね5弦で変わっちゃいましたね。5弦のベースに触れないようにバーの先端気をつけてください。そして1とで2とタッ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 、3連のタッタッタッタになります。でシャッフルタッ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 、はい、まずは1、3弦それで下げてタッタッ、3連の3つ目を、細かくして、タラタタにします。その後はシャッフルで、2弦と5弦、これちょうどラとラのこれオクターブになってますね。それを上げます。でまた5、3下げます。はい、3、5上げたらそれを戻る5、3、0ですね。シャッフルで上げて3弦で戻る、はい、これがリフ。1、2、5、3とで3、5で上がるとこまで一緒です。で開放ドーンです。3と4となります。そしたらまた1回目と3回目は同じなので1、2、5、3と戻る5、3、0でドタタラタタ、また3、5上がって開放、同じね2弦と5弦の開放になるんですけども、これを3と4で最後の音が、はい、1回目は、2弦だったんですけど、ここは3弦にしてください。そして次の D サスポに行きますね。ただバーを5フレットに持っていくだけで OK です。1と2と3と4揺らしながら5フレット弾いて、次は C のサスポになるので3に行きます。ね、2本ずつセットになってますね。4弦5弦、3弦4弦、2弦3弦で1弦に行ったら最後、ね、あ、ごめんなさい、1弦に行ったら最後5フレットに持ってってくださいね。2弦の5フレット持ってってベースはそのまま D の音を弾くので、5弦の5フレットになります。この3フレットから2本ずつセットで上げて1弦いったら2弦の5フレットいってベースは5弦を弾きます。はい、この D サスポからいきます。3で弾いてたここら辺の、ね、音を消さずに引きずって上がってきて OK ですね。その方が深い雰囲気が出ると思います。じゃあ A パート 軽く流してね、 AB に行きたいと思います。1と2と3と4、1と2と3と4、いかが2弦で1と2と3と4、1と2と3と4、2回目は3弦を返してゴブレット、16ビートのパートになります。っていうのはね、ロールのパートになりますね。4本ロールです。親指、人差し指、中指、薬指をドゥ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 と使ってください。この開放絡みのところでは高さも変わりません。5弦、3弦、2弦、1弦、これをダダダダですね。これを弾きながら1弦だけ、5フレットで3フレット2フレットを0フレットでずらすだけですね。なんですがこのね、左手のこのミュート指、このミュート指がですね、2弦の開放に触れてしまうとね、ちょうどアルペジオっていうこのロールで弾いてきたこの2弦の開放を消してしまうんで、そこを注意してください。たまに消えるぐらいはいいんですけども、なるべく消さないように。なんでバーも少しこう斜めにね構えて2弦に触れないように、この最低で
てくれるといいと思います。意外にね、単純なんですけど、この触らないで弾くのは難しいです。で2回目は、今触りましたね。バーが触っちゃいました。斜めにしてこう触らないように。5フレット、7フレット、で、次3フレット、で、0フレットになりますね。最初は、5、3、2、1、0。で、また、5、7、で、3、で、0。で、また最初と同じで、5、3、2、0。はい、そしたらここからね、右手が、5弦、4弦、3弦、2弦になりますね。それで、5フレット、3フレット、連チャンで、ドゥ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 と弾いてください。で、その後また、最初に戻りますので、最初と同じ位置に戻りますので、5弦、3弦、2弦、1弦で、ダダダダってやります。これちょっとややこしいので気をつけてくださいね。この人差し指、中指、薬指のこの高さが変わります。5フレット、3フレット、開放になったら、1弦まで行って、で、右手ね、指でこれプリングしますね。はい、5弦3弦で2弦の2フレットからプリング。でまた5フレット、さっき3いきましたが今度は10いきます。G サス4ですね。でそこの後 A に行ったらまた1弦までの、高さが変わったわけなんですけども、5弦3弦2弦1弦になってその後に人差し指プリング。でまた同じ5フレット3フレット A になったら弦変えてそして人差し指でプリング。で最後は5フレット7フレットって言いたいんですが、このロールの最初の2個は7で、あとが10に上がるっていうような感じです。で7、10、10でそのまま12に行くという流れ。はい。意外にね、こう途中でこうずらすの、ロールの途中でずらすのってかっこいいと思います。はい、これが B パートですね。ずっとこうタカ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 っていう右手のねロールをしているので、右手のロールの練習とバーの高さというか触らない。で5フレットで弦変わって戻る。10いきます。5フレット3フレット解放。フレット途中で上がって12。はい、そしたら C パート、これはっていうね、単音ベースのフレーズですね。シャッフルで7、3、5、2、3、2、最後だけ2弦の3ですね。ベース5弦なんでバーの先端はそんな気をつけなくて大丈夫です。もう一回7いって3、5、2、3まで同じで、次は5、5になります。1弦の5の後2弦の5、そしたら、ごちょう中指でね、1弦ミュートしながら、3、2、3になりますね。2弦の3から2に降りた時にベース合わせて、3に戻って、次5と一緒に弾いて、開放でベース。で、次はベースを弾いたら、12いきます。で、12、8、10になります。で、2弦の、12、11、12になります。ね、ごめんなさい。12、8、10、そしたらこれはね、A パートの最後のとこと同じですね。フレットいて2と3と4、またこれで、ね、シャッフル戻ってますからね。1と2と3と4まで上げたら引きずってドーンってね、5弦の5フレットで終わります。はい、 C パートいきますよ。ゆっくり1と2と3と4と1と2と3と4と1と2と316になります。1、2、3、つくつたらつるりつくつっていう風にね、最後のエンディングのこのリフに入っていきますけども、この際伸ばして2、3、最後の4拍目でつくつたって言ってあげると綺麗に16の裏から入れると思いますね。つくつたたつるりっていう、リフになりますが、親指でダーで、シンコペーションでね、5弦入ります。そしたら4弦、これ人差し指で返します。そしたらまた親指で弾いて、5弦の3、0。
して、中指と人差し指です。開放の3弦4弦で、それを5弦のね0まで親指で中人親の順で持ってきます。そしたらこのまた、5弦の差を人差し指で押さえるんですが、これがシンコペーションしてるような感じですね。D で5いって開放、これが5フレットは、5弦と4弦になってます。でタップを入れて、で繰り返します。5を持ってったら次はバーで、はい、バーで弾くのでね、右手は人差し指で弾きます。で上下挟んでください。で4弦の3、0フリングで5弦の開放を弾いたら、このねで5弦の5フレット持ってきます。タララルー、でそのままリフに入ってきますよね、タラダシンコペーションウタドゥドゥドゥダドウタタンタンタ、でまたこれがねシンコペーションしたことになるので、4弦の開放から入ってきて3-0で、3弦4弦5弦の0-3で、これも3もねシンコペーションですから、その後0こういってドーンですね。このね D のパートの前半通します。つくつたうたたらディディレドうたたうたつたうたたらたたたたうたたうたらだたうたたらたたたどパパンパンつつうたたらディディレドうたたんたん、それますね。で最後エンディングで5弦の開放から1弦の開放、そして挟んで2弦の3-0プリング、そして5-3-0-2で、でそのまま2弦の3いって2-0ベースをで1弦の5で終わるんですけど、もう一回いきますね。0-0-3-0-5-3-0で、一塊。その後は2弦の2でシンコペーションでタウタタラなります。2-3-2-0ベース、ここで終わる。ね、2弦の2がこうシンコペーションな感じになってるのがポイントです。並んでる音をね順番に弾いてもなんかこうリズミックな感じはしませんのでね、注意してください。ダタタラテテタまで。はい、なりますね。これがエンディングになります。はい、こんな感じでね、いろんなパートをこう組み合わせるようなというか展開していくような形で、一曲作ってみましたのでね、いろんな練習になると思います。右手のロールだったりね、シャッフルと16ビートのこうリズムの切り替えの練習だったりね、まあ、もちろんスライドの練習にもなりますが、このサス4のね幻想的なというかこう広がりのある、それでいてねなんとなくポップで、それでちょっと暗いっていうね、なんかちょっとアイリッシュを感じさせるような、チューニングを使っての、曲でした。ではね、またリズムに合わせて最後ゆっくりいってみましょう。1と2と3と1と2と3
ツタウタタラタタタタウタタンタンタウタタタタタタウタタンタラタタウタタタタタタウタタンタンツタウタタラタタタタウタタンタン一と二とタウタタラウですね。はい、こんな感じで、ね、16ビートは1と2と、特にシンコペーションしたりすると1と2と言えなくなってきちゃうので、リズムでタウタタラタカタウタタンタンみたいなね、その言い方を覚えてもらいます。ツクツタウタタラあのさえツクツタウタタラタタタタウタタンタンツタですね。はい、この言い方を覚えて、真似してね、口で言いながら弾いて、で覚えたら黙って弾けばいいですからね。リズムを口で言えるっていうのはね、とっても大事なことです。口で言えないリズムをね、弾くっていうのは本当ありえないことですのでね、しっかりリズム、メロディーっていうのをね、声に出して言える、それを前提に、弾いていただけると、歌心のあるフレーズ、曲、演奏になっていくんじゃないかなと思います。はい、これがですね、オープンエーサスフォーチューニング、でのスライドでした。